ドジャースの山本義信投手、25、が16日、日本時間17日、15日間の負傷者リスト、IL、入りした。同日のロイヤルズ戦の試合前にデーブ・ロバーツ監督が明かしたもので、17日からのロッキーズ戦、デンバー、の遠征メンバーから外れた。山本の IL 入りは渡米5発、今季の日本人投手の IL 入りはパドレス・ダルビッシュ、メッツ、 線が藤波に続く4人目で、受難続きだ。写真あり、ヌートバートのゴルフラウンドで豪快なスイングを披露する山本吉信。ロバーツ監督は IL に入る。彼は検査を受ける。結果はいつ出るかわからないが、我々は注意を払うと説明。同日に受ける精密検査の結果をまずは中止すると話した。また同監督は、 シーズンもまだ重要な時期に来ていないことを感謝している。そして彼の健康が最も重要だ。だから我々が積極的になるためにも IL に入れる。リセットさせると話し、今後についても我々にとって一番重要なことはしばらく休みを取ることだと思う。この問題を解決し、そこから出発すると慎重に復帰過程を見守ることを説明した。山本は15日。 同16日のロイヤルズ戦に先発も右上腕三頭筋の張りで2回1安打無失点、わずか28玉で緊急降板。試合後は軽傷であることを示唆していたが、7回無失点だった7日のヤンキース戦後に張りが出たと言い少しずつ張りが強くなったと説明。15日の試合前練習でも張りがあったことを明かしていた。ボールやマウンドの違いで14年のヤンキース田中。 現楽天や18年のエンゼルス大谷、現ドジャースなどメジャー1年目で故障離脱する日本投手は多い。ダルビッシュはレンジャーズ時代の15年に同じ箇所の張りを訴え、右肘人帯損傷と診断されて人体再建手術、通称トミー・ジョン手術も受けた。また今季はヤンキースのコールら各球団のエース級も離脱者が多いが、 一因に挙げられているのが試合時間短縮のため、昨期から導入されたピッチクロックだ。無走者で15秒、走者ありは昨期の20秒から今期は18秒に短縮。昨年9月の右肘手術から来期に投手復帰を目指す土軍の大谷は4月に、間違いなく負担は増えていると語り、ダルビッシュも、しんどいはしんどいですと語っていた。